没什么，晚安。咬一口是好孩子的意思。他明明是那么懂事的好孩子。もう9時か。エミ、そろそろ起きなさい。起きてね。あ、またお姉ちゃん、またかぼちゃの種食べてる。うるさいわね。もう食べながら喋って行儀悪いよ。別にいいでしょ、好きなんだから。それじゃあエミ、ちょっと行ってくるわね。うん、行ってらっしゃい。お姉ちゃん帰ってくるまでおとなしく待ってるのよ。それより少し急がないと、さくらさん待ってるかも。ちょっとあんた、何しかとしてんのよ。そこのあんたのことよ。え、あの、私、あんたさ、そのジャージ姿、マジやめてよね。そうそう、ここどこかわかってる？原宿よ、原宿。前にも言ったわよね。田舎者は目障りなのよ。そんなこと、私に言われても。これで2回目だからね、
もう見逃せないわ。逃げようとしてんのよ。もう他の人に迷惑でしょ。さっさと拾いなさいよ。ねえ、その種みたいなの何？あんた農業の人？ちょっと聞いてんだから答えなよ。これはかぼちゃの種、美味しいから。美味しいって食べるの？っていうか種食べれるの？あんたリスター？田舎もんは山に帰りなよ。ちょっと、あんたたちさ。こんなとこで何やってんのよ。その子さ、いじめないでくれる？しおりさんのお知り合いの方なん。だったらどうなのよ。あ、いえ、すみません、知らなかったもので。桜井さん、拾うの手伝うわ。あ、いえ、もう大丈夫ですから。そう、ちなみにそれ美味しいの？あ、私は美味しいと思います。わかったわ。お前ら食え。これをですか？一粒残らず、きれいに拾って食っとけ。いや、しおりさん、勘弁してくださいよ。美味しいそうだから、遠慮しなくていいのよ。すみません、助かりました。いいのよ。ここは私の地元だし、それなりに顔が利くからね。それに、仕事も仕事だからね。仕事？まあ、ヤクザじゃないけど、似たようなとこもあるし。あ、大丈夫よ。あなたたちのは変な仕事じゃないから。それより、ついでにコーヒーでも入れるわ。
さくらさんはここに住んでいるんですか？ええ、自分の部屋はあるんだけど帰るのめんどくさくってね。そっか、忙しいんですね。それにちょっと親とも喧嘩しててね。ところで、桜井さんってなんで名前だっけ？カンナって言います。じゃあカンナ、これは仕事と関係ないお願いだからそう呼ばせてもらうわ。それで、猫は見た？いえ、まだです。エミは何回か見たらしいのですけど。そう、エミは見たのね。なんでも、すごく人懐っこいらしいそうです。でも、私と彼、ジンが行くとすぐに逃げてしまうようで。そうなんだ。それでさっき言ってたお願いは？うん、やっぱりいいわ、忘れて。さくらさんは不思議な人だな。あ、お姉ちゃん、また変なもの食べてる。変なものじゃないわよ、ひまわりの種よ。なんかリスみたい。いいじゃないの、好きなんだから。こんにちは、カンナいる？ん？あの声はさくらさん？さくらさん、こんにちは。はいはい、エミ、こんにちは。さくらさん、どうかしました？ちょっと近くに寄ったから、ついでに来たのよ。あ、そうなんですか。Thank you.
そういえばアイス買ってきたからみんなで食べましょう。やったー、嬉しい。溶けちゃうから早く食べましょうね。ポリ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 。お姉ちゃん、いつまでひまわりの種食べてるのよ。そういえば猫ですけど、いつもこの辺りに来るんですよ。それって黒猫なのよね。うん、ものすごく人懐っこい猫だよ。さくらさん、もし猫を見つけたときはどうすればいいのですか？ん？どうとは？例えば写真に撮るとか捕まえておくとか。はあ、さくらさん？いえ、別に何もしないでいいわ。報告だけして。あ、はい。なんだ、お前も来てたのか。あなた、何しに来たのよ。ずいぶんな戦だな。仕事に決まってるだろう。ここは私の担当だったはずだけど。つまりそれは俺の担当という意味でもあるよな。ああ、カンナは会ったことなかったわね。この人が社長よ。社長ってここのバイトの？まあ一応ね。はじめまして。確か桜井さんと言ったかな。あ、はい、桜井カンナと言います。見ることないわ。でもここは私の担当だから。社長と言っても好きにさせないから。まあそうだな。期日までよろしくな。用事があったのね。彼に？たまにヤバい仕事も手伝わせているみたいよ。え、大丈夫なの？さあね、あのおっさんの考えることはわからないわ。